どうもトレインです。本日もマリオカート実験でいきます。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc のヨッシーサーキットと、でね、東京のねお仕事が終わり、観光もねしっちらかしてね、大阪に帰ってまいりました。まあ大阪帰ってからもね、まあ、ちょっとねいろいろ買い物行ったり飯行ったりね、まあ、なんやかんやしてたわけなんですけども、まあ、ちょっとねそのせいで動画がね、まあ、だいぶ止まってしまったことね、もう深くお詫び申し上げます。まあ、その分ね、貯めた分のね、分はしっかり吐き出してね、この実況動画にぶつけていきますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。さあどうしようかな。スター引いたけど、スター引いたけどもな、結局前がいい感じに抜けてくれないと回す意味がないから、よいしょ、まあ一旦ここでスター入れて、まあ5位では割ってるけども、まあまあそれなりにアイテムは出てくれるはずだから、一旦よいしょ、スター以外は捨てておきますか。よいしょ、さあスター以外捨てたけど、これ出てくれるかな。なんなら止まりながら回した方が良かった気がするけども、まあスター出るならいいし、サンダーも回避しちゃっていく。さあこれ結構前の方で回避したから強いんだけど、こう3、4位がアイテム取れてるからちょっかいかけられると、まあ、ちょっと嫌なんだけど、まあ大丈夫そうかな。さあスリスリと、2位までお取り出ていきまして、まあ、できればこのスターはほじっておきたいよね。サカコーラは俺じゃなくてトゲゾウも飛んできてる。美味しいね美味しい展開だね。さあトゲゾウ食らってもろって、よしよしよし、キノコもしっかりとね、奪い散らかしてショートカッティングしていきます。さあサンダー怖いところではあるんだけど、ああ無理ー、使えねーあそこじゃ使えないわいやまあ使ってもよかったんだろうけど、まあ使わなくても多分勝てると思うんだよね。というのも後ろがねめちゃめちゃ離れてるから、まあ、多分赤コーラとか通されない限りは負けないと思うんだよね。よいしょ、さあしっかりとわずかながらのショートカットをしっかり決めていきまして、さあボムヘ引いた、まあ、逃げ決めが、はあお前キモすぎマジで、あの白玉キモすぎだろマジで、ごめん、ウイニングやめて、ウイニングやめて、よいしょ、お前狙ってくるなおい、いやーマジで白玉のせいだろあれ、いや1位じゃん今のまあさすがにね、まあちょっと今のは、まあちょっと動画、まあ、サボっていや、投稿してなかった、まあ、つけと見て重く受け止め、真摯に受け止め、2レース目に参ります。よいしょ、コースはニンニン道場と、よいしょ、さあさっきとは打って変わって、まあ、1位スタートには慣れてるから、まあ、結構ガツガツ前も走れそうな雰囲気である。さあ後ろ見るけども、まあどの道バナナ持ってるから、まあ赤コーラ飛んできたら防いでいけたらなってところではあるんだけども、まあ飛んでこなそうだから、まあ一旦前は走れそうから、よいしょ、さあしっかりとミニターボを貯めていきながら走っていきます。さあここもしっかりとインついて、さあジャンプアクションを出すんだけど、あそこなんかないつもうまくいかないんだよな。さあよいしょ、アイテム回しながら走っていきます。まあできればクラク、おお、ボム兵いいね。できればクラクション欲しかったんだけども、まあボム兵でも赤コーラタイミング次第では2つ消してくれるから、まあ、全然悪くなくて、さあしっかりとニスクもぶちかましていきます。おーい、お前ちょっと出勤率高くない？ちょっと高い気がするんだけどさあジャンプ出して、よいしょ、さあコインどうしようかな。まあ、ここでアイテム交換しちゃうと、まあ、次ね、あここの交換で赤コーラ投げられた時に、まあ、コインしか出なくなっちゃう可能性が高いので、一旦保持で走ってまいります。あー飛んできた飛んできた、さあいいタイミングで飛んできてくれたので、しっかりとアイテムはね回していきます。おおおお、ボム兵引くねこれは嬉しいね、嬉しいが、2、3結構離れてるから、まあそんなに痛くはなさそうかな。さあしっかりとジャンプアクションも出して、だいぶ綺麗に走れてんな。さあここはまあアイテム交換しなくていいかな。ちょっとね白玉が、なんか結構今日は寄ってきそうな気がするから、一旦ねこのコインでテレサケアをかましていきます。さあトゲゾ飛んできたが、まあこれは素直に、あ待って待って、ちょっと待って待って、危ない、ちょっと待って、危なすぎ危なすぎ、ちょっとぐちゃぐちゃすぎ、ぐちゃぐちゃしすぎてるけど大丈夫、ギリギリ間に合わない、よーし、じゃあオッケー、危ない危なマジでなんかちょっと動き暴れたけども、まあまあまあなんとかトゲゾが来る前に逃げ切れたならセーフよ、オッケーさあ3レース目はモーモーカントリー、よいしょ、ちょっとさっきみたいなガバは減らしていきたいところではある。やっぱねやんないとね、マリオカートすぐ下手になるからな、毎日やり続けるのが、まあ、結構大事だったりするわけなんだけども、よいしょ、
さあ風をうまいこと通りながら、じんわりじんわり前にね詰めていきます。まあ、これは初等か一番自分が先頭でいけそうかな。さあしっかりと、アイテム取っていきまして、これあれだね、一瞬2位になったタイミングでアイテム取れてるから、まあこれキノコバナナ引けてるね。これだいぶ美味しいな。さあこれでしっかりと、もう追いつかれてはいるけども、まあこれは結構逃げ切れそうな、まあ体勢は整えてそうではある。まあただ2位の人が、まあ、赤コーラポイポイゲーミングだと、まあ、ちょっと終わるんだけど、もう赤コーラ持ってるし、大体ノーラの人は投げてくるから、もうこれはショットカイ行きます。でショットカイ行って一旦バナナを真ん中の方に散らすんだけど、まあさすがに投げてくると。さあどうだろうな、こっからなんだけども、まだ赤コーラ持ってんなもう自分やられそうな気配がもうプンプンしてるわけなんだけど、ちょっとマジで勘弁してほしいな、許してくんねえかな。1位でトイゾー食らうからさ、走らせてくんねえかなさあバナナ引いた、こっからだな、こっからどう動いてくるかがちょっとわからないんだけども、まだ赤コーラ持ってんな、すごいバナナが散らかってる。ライン的にさ、多分左ダブル取りに行くんじゃないの。さあ赤コーラ投げてこないところ見ると消えてんのかな。さあトゲゾー飛んできたけど、まあ大丈夫じゃねこれ、多分間に合うっしょ、多分間に合うよね、いけるよね、大丈夫だよね、さすがに大丈夫か、よーし1位 OK よかったまあまあまあ序盤しっかり前抜けれたのでかかったんじゃないかな、 OK。 さあ4レース目はマリオカートスタジアム。まあ今日はまあたまには前行ってもいいんじゃないかな。よいしょ、さっきのミニターボも貯めて走っていきます。まあ結構この部屋走ってて思うのが、すごい後ろがまあ離れがちだから、そういう部屋って案外前がっつり走ってたら勝てることが多いので、前走ってみようかなと思います。さあここはよいしょ、ドリフトの切り返しをうまいことやりながら、ごちごち前にね走っていきます。まあ後ろが結構近づいてきてはいるけども、まあそれでも前走れそうなんだけど、ちょっとミスった、ちょっとミスったからミニターボ早めに解放してリカバリーしていきます。さあバナナ、引いたのは美味しくて、まあこれでダブル防御になってるので、まあ赤コーラでやられることはなさそうではあるが、しかし後ろがだいぶ近づいから、まあちょっとそこが怖いところであるかな。トゲゾー飛んできたら結構、まあ、死ぬ未来が見えるから、まあそこだけはなんとか、危ねー、しっかりね赤コーラが飛んでくる直前に、アイテムをねバックスナーすることでしっかりとねアイテムも交換していきます。さあトゲゾー飛んできた、結構しんどいな、このタイミングしんどいねな。さあトゲゾー遠くらって、よいしょ、さあ思った、ちょっと待って、それ間に合えよ、それ間に合ってくれよマジでよいしょ。さあこうなると苦しいんだよね。さあおー、ちょっとキノコ持ちはしっかりとしばき入れときながら、どうしようかな。さあ4ではあるが、まあキラー飛んできてるけど、多分あれ当たらないから大丈夫ではありそう。さあ前がすごい、いやもうなんでだよ、何そのバックスラマジで終わっとるさあアイテム交換して、あー木野さん悪くないね、木野さん悪くないが、後ろの人が赤コーラ持ってるので、早めにアイテムを交換しながらキノコ引くことをお祈りしながら、しっかりとメイズグライダーで、やばい、ちょっとミスった、ちょっとミスったけど、いやーなんとか2位か、いやこれちょっとさ落ちてなかったら1位ワンチャンあったかもだけど、まあいいんじゃない、あんだけやられて2位まで戻ってこれるんだったらさあ5レース目はまたまたヨッシーサーキット。まあさすがにここはね下がらないとやっていけないからね、しっかり下がって打開狙っていきます。さあアイテム取るけども、まあ緑コーラ適当に散らしとくか、適当に散らしようじゃん、なんか3人ぐらい当たったな、まあ適当に散らすさあ木野さん引いて、行ったけども、とりあえずコイン取らないと始まらないので、しっかりとねコイン回収していきたいんだけど、ちょっとアメリカに押されすぎ、ちょっと全然取れてないんだけど、まあ一旦ここでコイン回収しよう。さあしっかりコイン取って、さあアイテムも取っていきます。1位が相当離れてくるから、まあさすがにスターを引いてもろて、でもどうだろうな、後ろの人が相当下がってるから、これね多分ワンチャンもうキラーが売り切れてる可能性も、まあ、考慮にいらな、入れなきゃいけないんだけど、まあまあまだなんとかなりそうだな。一旦トゲゾー早めに投げておいて、こっから考え直しますか。さあサンダーだけどな、まだ降りそうではないけども、まあ一旦ここで回しておきますか。うわ弱い、それはちょっと弱いな、さすがに、キンキノだけは消費しておきたいが、しかし、サンダー回避も狙いたいので、まあこれちょっと距離見ながらかな、うん、ここでちょっと止まって、木野さんじゃないな、9割して、アイテム交換していきます。ワンチャンキラーの裏にサンダーがあったら嫌なので、早めにね入れておきます。はい OK、 はいしっかり回避狙っていきまして、
さあここで木の3引けばもうほぼ勝ち確みたいなもんだ。ちょっと待ってよ、これさワンチャン、待ってこれ緑コーラ取ったよな今。いやーいらねえマジで、マジでいらねえマジで木の3惜しかったわ。とりあえず後ろしばいておいて、まあショートガブ打ちパマシオンザビーチしていきますが、これ後ろが赤コーラ持ってたら絶賛死なんだけど、キノコインっぽいからまだなんとかなりそうか。さあ、キノコ引いたけど後ろ近いから、時々飛んできた。あでもなんかゆずる、どっちこれ、どっちこれ。でも1位の人にホーミングいってるから、これもキノコ使って、早めに前で散らかして、時々巻き込まれないようにしていきます。よしよしよし、今度こそはテレサに取られないな、さすがにいけたな。よっしゃ OK チェーン、よっしゃこうあるべきなんだよな、本当に。テレサで捉えてね、負ける1レースみたいなことあってはならないよ本当に。よーし、さあ6レース目はリボンロード。まあさすがにいや前行かずに、もう初手から木野さんスターを仕入れて、まあそっからちょっと上がっていきますか。まあ打開寄りではあるけども、まあ初動にしっかりとね運搬を決めていく動きでもまあ悪くはないのかなといったところ。さあ木野さんスター引いたので、このままね、なんやかんや上がっていきますか。さあキノコ使って、まあちょっとずつね、前と距離を詰めていきます。まあこのスターは2周目のね最後で使ってね、サンダーケアしつつ、まあ上がっていければいいかなといったところではあります。さあジャンプ出していいよ、だいぶ前まで戻ってこれたね。ただちょっと金足りないから、しっかり集めていきたさあるんだけど、よいしょ。さあ5まで上がってきたが、ファイヤーボールやばすぎね、ファイヤーボールやばすぎるから、さすがにキノコ使って前もやばすぎるが、前に散らしてくれる分にはありがとうございます。後ろやめて、後ろやめて、後ろやめて、後ろやめてもろって、さあなんやかんや2位まで、スター持ってこれたが、いやさすがに2周目の最後だろうな。いや待てよ、これ1位もうスター、待って、危なまあ、いや待てよ、これちょっと、いや悩ましいが、いや悩ましいが、ちょっと我慢しよう、ちょっと我慢する、ちょっと我慢して、サンダー降るなら、まあ、ワンチャンここら辺ぐらいだから、一発ここで入れておく、ここで入れておけば全然勝てるだろうから、しっかりと2位はしばく。これで、まあ、トゲゾー飛んできたとしても多少はねなんとかなると思うから、よいしょ。それもろもろのケアをね、含めて走っていきます。さあこの、あこれは当たらないけども、よいしょ。さあしっかりとミスらないように走っていきます。トゲゾー飛んでこなければ全然1位取れそうだけど、ジャンプ出して、飛んできたがどう、これギリギリさ間に合うもんね、トゲゾーが。いやークラクションいけないか。まあこれ2位の人がキノコを引いてたらもうちょっと負け臭いけど、それでも2位は取れそうだから、ふっ、さすがに当たんないよな。いや当たんないよな。いやー当たんだ、当たったけどないやそうなんよな、キノコ引かれてなければではあるけども、まあ、あの距離感だったらまあさすがに引かれちゃうよな。さあさすがにあれで終われないのでね、もう1レースやります。コースはどこだっけこれベリーベリーマウンテンだ。さあ1位の人がねコイン取りに行くかどうかなんだけど、インついてくれてるからこれはコイン取れそうだね。さあしっかりとコインを回収しながら走っていきます。さあ周りの人が、あー危なそうなアイテムは持ってなさそうだから、まあ悪くはないじゃないか。さあジャンプ出して、まあコインは取れないだろうから、しっかりとインをつきながら走り散らかしていきます。さあここもね一番右端の余ってそうなコインを回収しながら走っていきまして、さあショトカの民がちらほらいらっしゃいますが、どうしようかな、誰をしょるかなんだけど、まあ多分あれなんだよな、誰しょってもそんなに変わんないだろうから、まあ誰やってもいいけどね。まあ投げるか、一応投げておいて、そこからちょっと考えますか。まあ誰かしら前に出てくれると思うから、まあその人を、まあ、待っていくのもありっちゃあり。君前出る前出てもいいんだけど、ちょっと押しはやめてほしいな、押しはちょっとやめてほしくて、まあちょっとあれ泳がしますか。キノコ持ってるんでね、まあなんやかんやトゲゾウが飛んできてからまあ考えればいいかなと。まあ外かに来た、人はまあちょっとしばき入れつつっていきたいんだけど、さあまあこれね3位はしばきたい、3位はしばきたいんだけど、ちょっとしばけなさそうだな角度的に。まあただゆっくりお走り、おートゲゾウ飛んできた、これ、ね、どうしようかな、俺こうするわ、これで赤コーラ投げて
旦削り入れてるね。まあこれはちょっと巻き込まれないように、しっかりとアウト回りながら走っていきます。でこれ2位の人は赤コーラじゃないわ、キノコ持ってるけど、まああれは全然泳がせて大丈夫だね。よいしょ、さあジャンプ出して、まあショートカー来るだろうけど、いやこれ芝生か、ここで、はい、うまいはい、しっかりと油断してるその隙をね、しっかりとバックスナッシュ沈め散らかしていきます。さあショートカー来るだろうけど、あい、しっかりとケツ当てて、あと赤コーラやめて、赤コーラやめて、いや赤コーラ飛んできても大丈夫なようにグライダーでね、赤コーラのケアも兼ねていきます。さあしっかりと行って、よっしゃまあまあ3周目はしっかり赤コーラね、綺麗に当てたのでかかったね、よっしゃはい、ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がね少しでもいいな、面白いなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。